はいどうもパターンでやらないと人とあれで聞かすっていうで、その日和な問題解決の手法ですよ。で、2つ理由を掘り下げるということと死因は複数補足で原因を取り除くと。でですね、問題解決の手法ってね、いろいろあるんですけど、例えばお金がないね理由、働けてないから、それか返すのに一生懸命で残らないからって、だいたい2つでしょ。対策、仕事の時間を増やす、時給なら。それとも仕事一生懸命頑張って会社に、まあ、へこへこしてるって言い方は違うけど、一生懸命業績上げてステージアップするとかね。普通考えてそうやない。でそのまあ返すもんならね、そのいわゆる元本が減るくらいね、めっちゃ返しまくるみたいな。でその理由を掘り下げると、まあそういう単純なものならね、一般生活においてはそんなに難しいことはないですよ。例えば部屋が汚れているって理由を掘り下げたら掃除をしてない。でね、その掃除をしていないに対してまた理由を掘り下げる。すると掃除道具がない。で掃除道具を掘り下げると、掃除道具を買うお金がない。ここまで出たと。そしたらね、対策で安い雑巾縫って作ろうかなとか。いや大戦争だよね、早いというか昭和の頃ってみんなそれっしょ。古いなんか子供のねお風呂を切り取って取ってね、ミシンがなくても手で縫ってっしょ、雑巾にしたもんっしょ。いやね、雑巾をねお店で売ってること自体がね、どこ産かって中国産とかなんですよ。とほいでね、あ、今で分かりました。大体じゃあご飯食べれないっていう理由を掘り下げたら、料理が作れないか、外で外食するお金がないか、料理を作る知識と技術がない、3つで、3つをまとめてなぜっていうと、頭が悪い。頭が悪い、なぜっていうと、自分は1ヶ月の整形を1週間ごとに組んでいないがためにみたいな、最後の1週間と思って、まああんまり言わない方がいいんでしょ、そういうことって。だったらね、なんか給料日にね焼肉食いったと、その時に対策で、いや断ると、そんなものは酒3杯も飲んで焼肉とか言って2週間って。まあその頭が悪いですよね。だからね、断ってね、まあ作れなくてもあんぱん2個と牛乳で、まあご飯と納豆と、まあ豆腐でも食べてですよ、野菜炒めも作って、サラダでも作って、ドレッシング1本あればね、別にコンビニでチってサラダセットなんか買う必要もないっしょ。あんないらないとは言わないけど、味噌汁もね、いっぺんカップ式の買うよりも、ああそういう時にね、1個の単価あたり家計における、家計簿どのくらいね、味噌のね、あのワンパックですよ、袋詰めの替え用でも、あれでどれだけね、コスト削減あの、なんていうの、その整形費のね、整形費ってあのお家の生活のよ、家計のよ、感じわかる。それで、ね、死因は複数ってあるんですよ。だからさっきの言ったように死因はバカだからっていうことかもしれない、かわいそうなことに。でもその原因ね、3つ探れば、料理がね家にないって言ったら、料理の作り方知らないと、で材料買うお金がないと、外食するお金がないと、もしくは外食、まあ補足でね、外食に行こうと思ってもお客さんいっぱいで入れないケースもある。だったらね、補足の理由とね組み合わせて、まあそのスーパー行っていうの安い、買うてこよっと、まあ、ドレッシングればサラダできるわみたいな、炒めた方がいっぱい野菜量入るからって、ご飯で味噌汁で、ソーセージ入れたら美味しいよね、野菜炒めみたいな。そんなんさ、男のさ、なんか簡単
簡単料理とかさ、あの勉強されたらっていうか、そうだ、なんで勉強ってテレビ流れて覚えられるんだと思ったら、テレビにあってメモに書いたら、メモに書く字ぐらい覚えてるんですよ、学校行ったから。でそのメモをキッチンに貼っときゃいいの。あ、キッチンに何もないなってパッと目を上げたら、そこのメモにね、あ、お味噌汁を作って、あ、そうですね、見よう見まんでやってみようっていうメモをできたと、まあまあの味やねんかと、味噌が薄かったら足せばいいし、味噌が濃かったらね、お湯足せばいいんですよ。でそのまあ真因を言うと、あのメモを取る能力がない。要するに学校のね、教室とか黒板とホワイトボードあったものをノートに書き取る技術が蓄えられてない経験で、熟練校ってそうでしょ、まあ、なんかそのね、あの OB に言ってたけど、今でも仕事の現場さあ回転回してですよ、あのパッパッて位置合わせられるんや、長年やってきてるのね、熟練校って言ったりする。勉強もそうですね、小学校、中学校、高校、大学、まあ勉強するのに熟練勉強家っていうね、スパーンと通るよね。ずっとお笑いやると、あ、頭良さそうな人がやると面白いっていうことですよ。本当にバカな人がテレビ映り悪いんだよ。で補足説明ね、原因を取り除くってことはこれすごい大変で、あのまあ原因を取ると受験に例えるとね、いつも間違ってるその英単語のスペルがあると、綴りが集めればいいの、それだけテスト過去1年間分引っ張ってきてグワー書いたら自分でこの単語いつも間違ってるとか、この構文の分分からない、自分でデータアップすれば他にインラインスケートでこける、いつもこけるなんかターンがあると、教えてください、あそこは曲がるんだよみたいな、手の振り方違うくない、あ、手の振り方上手い人に聞くとか、1週間練習してあなんだか曲がれるようになったみたいな手の振り方でとか、まあそのためになぜ手の振り方がいけないのかって、その姿勢が悪いのかなとか、その足首 その止め方が悪いのかなとか、まあ死因は上手い人に聞かなかったことかもしれない。でも原因は聞いたとするか、自分研究してね、そしたらもうめっちゃ頑張ったら世界ってなれるわ、オリンピックナンバーワンでね、その道のりって激しいっすよ。十何年二十年かかったやっとオリンピック出れましたってやつやろ、金銀銅取るって。20年間同じようにフィギュアスケート頑張るなんてさ、します、そういうこと。努力した人は栄冠勝ち取るでしょ、たとえそれが朽ちる株にあってもね。